どうも、小町翼です。東京電力の主任の豪華な給料について語ります。今ね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では行きます。基本給が27万5千円。時間外手当が2万9千円。家族手当が1万6千円。役職手当が5万8千円。通勤手当が1万円で、月収が38万8千円ですね。賞与が年間2回で155万3千円。年収が621万2千円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。